デーブ・コーウェンスはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。ケンタッキー州ニューポート出身。1970年代のプロリーグ NBA を代表するセンターの一人としてボストンセルティックスを2度の優勝に導いたことで知られる。フロリダ州立大学卒業後、1970年の NBA ドラフト全体4位指名で入団。身長206センチメートル、体重105キログラムとセンターとしては小柄だったが、多彩な才能と精力的なプレーで一時没落したボストン王朝の復活に大きく寄与し、自身も新人王、シーズン MVP、オール NBA チーム選出3回、オールディフェンシブチーム選出3回、NBA オールスターゲーム出場7回を誇った。1991年には殿堂入りを果たし、NBA50 周年記念オールタイムチームにも選ばれ、背番号18はセルティックスの永久欠番となっている。引退後はヘッドコーチとしてシャーロット・ホーネッツ、ゴールデンステート・ウォリアーズなどを率い、現在はデトロイト・ピストンズでアシスタントコーチをしている。ケンタッキー州に生まれ育ったデイビッド・ウィリアム・コーウェンスは8歳からバスケットボールを始めたが、ニューポートセントラルカトリック高校では、バスケットのコーチと対立したことからチームを辞めてしまい、水泳や陸上競技にその情熱を注いだ。6フィート1インチとバスケットをするにはやや小柄な、コーウェンスはこのままバスケットの世界に戻ることはないように思われた。しかし2年生から3年生にかけて身長が一気に5インチも伸びたことにより、彼のバスケットへの適性が認められるようになった。6フィート6インチとなったコーウェンスは3年生の初め、バスケチームの2軍に加わり、その後代表チームに昇格。4年生のシーズンには、平均13得点20リバウンドの成績を残し、チームを29勝3敗の成績に導いた。ニューポートの高校生選手に、オハイオバレーカンファレンスに所属する大学の多くが、興味を示したが、しかし伝説的な名コーチ、アドルフ・ラップ率いるバスケット名門校のケンタッキー大学はコーウェンスには無関心だった。コーウェンスの父は自分の息子が地元のケンタッキー大に進むことを望んでいたが、結局コーウェンスは無名校のフロリダ州立大学への進学を決意した。コーウェンスはフズのバスケットコーチヒュー・ダラムを気に入り、またダラムもコーウェンスに大きな可能性を感じた。彼は偉大なスコアラーではなかったダラムは当時のコーウェンスをこう語る。しかし彼はリバウンドができた。そしてそれは我々が必要としているものだった。ダラムの目は確かだった。コーウェンスは素晴らしいリバウンダーであり、大学の3つのシーズンで通算1340リバウンドを上げ、フロリダ州記録を樹立した。また1968から69シーズンには、大学記録となる平均 17.5 リバウンドを上げ、またルイジアナ州立大学戦では31リバウンドを記録している。コーウェンスのリバウンドは、フズが得意とするファストブレイクの起点としてなくてはならないものとなった。大学通算で平均 19.0 得点、フィールドゴール成功率519とオフェンス面でも好成績を残したコーウェンスは、チーム入りして以来、フズの成績を11勝15敗から18勝8敗へ、そして最終学年には23勝3敗へと劇的に向上させた。1970年には、ザ・スポーティング・ニュース選出のオールアメリカセカンドチームに選ばれた。キャリア初期ヘッドコーチとして、プロリーグ NBA のボストンセルティックスを伝説の NBA ファイナル8連覇に導き、コーチ優退後もゼネラルマネージャーとして、さらに2度のファイナル制覇を上積みしたレッドアワーバックは、偉大なセンター、ビル・ラッセルが、電撃引退した、直後の1969から70シーズン、チーム成績が34勝38敗と、急落したことを受けて、改めてラッセルに代わるインサイドの柱が必要である、ことを悟った。そしてフロリダ州立大の勤勉さと、誠実さを兼ね備えたサウスポーの赤毛の青年は、実にアワーバック好みのセンターだった。コーウェンスは、1970年の NBA ドラフトで、ボブ・レーニア、ルディ・トムジャノビッチ、ピート・マラビッチに続いて、全体4位指名で、ボストン・セルティックスに入団した。NBA 入り当初、6フィート9インチとプロのセンターとしては小柄なコーエンスが NBA で通用するかについては疑問符が投げかけられたが、彼はルーキーイヤーとなる1970から71シーズンから平均 17.0 得点 15.0 リバウンドと立派な成績を残した。同時にリーグトップとなる通算350パーソナルファウルを喫し、プロ1年目からその荒々しいプレーを出し惜しみしなかった。ちなみに、コーエンスは NBA キャリアの中で NBA 歴代20位以内となる計90回のファウルアウトを喫している。しかしながら、機動性や粘り強さに優れ、精力的かつアンセルフィッシュなコーエンスのプレーはすぐに称賛され、彼はポートランドトレールブレイザーズのジェフ・ペトリーと共に NBA ルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞することになった。また、コーエンスを獲得したセルティックスは、エースのジョン・ハブリチェック、2年目のガード、ジョ・ホワイト、そして新人、コーエンスと新しいチームの核が完成し、前年度を上回る44勝38敗の成績を記録した。MVP の受賞とニックスの壁翌1971から72シーズンには、前年度は422だったフィールドゴール成功率を484まで改善し、平均 18.8 得点 15.2 リバウンドの成績を記録。オールスターゲームにも初出場し、14得点20リバウンドを記録。残り11秒には試合をタイに戻す貴重なジャンプショットを決めたが、地元ロサンゼルス開催のロサンゼルスレイカーズのジェリー・ウェストに劇的なブザービーターを決められ、コーエンスのイーストチームは110から112で敗北した。セルティックスはさらに成績を伸ばし、カンファレンス1位となる56勝26敗を記録。ラッセル引退から3年目にして早くも名門復活を遂げた。コーエンス初の NBA プレーオフでは、1回戦でルー・ハドソンや同期のピート・マラビッチ擁するアトランタ・ホークスを4勝2敗で下すが、カンファレンス準決勝では、下位シードのニューヨークニックスの前に1勝4敗で敗退する。このウィリス・リード、ウォルト・フレイジャーら豪華メンバーを擁するニックスは優勝を目指す新生セルティックスの前に立ちはだかる強力なライバルとなった。3年目の1972から73シーズン、コーエンスは全盛期を迎えた。平均 20.5 得点 16.2 リバウンド 4.1 アシストと素晴らしい成績を残し、さらにコーエンスの優れたリバウンドによって、チームのお家芸である、ファストブレイクにさらに磨きがかかったセルティックスは勝ちまくり、他のチームを圧倒する68勝14敗の成績を残した。勝率.829はビル・ラッセル時代にも、さらにこの後の時代にも達成されていない、セルティックスのフランチャイズ記録である。自身もチームも、会心の成績を残したコーエンスは、シーズン MVP を受賞した。しかし、そのシーズンのリーグ最高の選手と認められながらも、オール NBA チームの選考では、セカンドチームの選出だった。MVP を受賞者のセカンドチーム選出は、ビル・ラッセルに続いて、史上2例目だった。コーエンスは、さらに15得点13リバウンドを上げた、オールスターでも MVP を受賞している。少なくとも、レギュラーシーズン中は最高のシーズンを過ごしていた、コーエンスとセルティックスだったが、しかしプレーオフでは再びニックスが立ちはだかった。カンファレンス決勝でのニックスとの対決は、最終第7戦までもつれる接戦となったが、ハブリチェックが足を負傷してしまい、第7戦のセルティックスは、ニックスの強力ディフェンスの前に78得点に封じ込められ、2年連続で、ニックスの前に敗退した。ファイナルに勝ち進んだニックスは、ロサンゼルスレイカーズを破って優勝を遂げている。王座復権プレーオフでは2年連続でニックスの前に敗退したが、コーエンスにジョン・ハブリチェック、ジョ・ホワイト、ベテランのポール・サイラス、8連覇時代を知るドンネルソン、若手ガードのポール・ウェストファルとセルティックスの陣容は充実していた。1973から74シーズン、コーエンスは平均 19.0 得点 15.7 リバウンドの成績を残し、チームも前年度の好調を引き継ぎ、シーズン最初の37試合を30勝7敗、勝率8割を超えるペースで勝ち続けた。しかし、シーズン後半に入ると、チームの勢いにやや失速が見られ、最終的にはカンファレンス1位、リーグ2位の56勝26敗の成績を残したものの、プレーオフに不安を残した。しかしカンファレンス準決勝では、ボブ・マカドゥ率いるバッファローブレイブスを4勝2敗で下すと、決勝でニックスと対決。セルティックスは、ニックスのウィリス・リード、デイブ・ディバッシャーの負傷にも助けられ、この因縁の相手を4勝1敗で下し、セルティックスにとっては5年ぶりの、コーエンスにとっては、初のファイナル進出を果たした。ファイナルで待っていたのは、ミルウォーキーバックスだった。セルティックスとバックスは対照的なチームだった。218cm の支配的センター、カリーム・アブドゥルジャバを擁するバックスは、彼とオスカー・ロバートソンを中心とした典型的なハーフコートバスケットのチームであるのに対し、206cm のコーエンスを筆頭にスモールラインアップを敷く、セルティックスは走るバスケットを得意としていた。サイズでは明らかに分が悪いため、セルティックスのコーチ、トム・ヘインソーンは、セルティックスがプレスディフェンスによって平面的なバスケットに持ち込めるかが勝利の鍵を握ると分析した。ヘインソーンの目論見は、バックスのガード、ルーシャス・アレンの故障によって大きな効果を発揮した。バックコートの相棒を失った35歳のオスカー・ロバートソンはプレスを集中して浴びてしまい、大きく疲弊を強いられたのである。バックコートでの戦いではセルティックスが主導権を握ったが、一方、インサイドではコーエンスとジャバーの対決が注目を集めた。コーエンスが新人の年、1歳年上のジャバーになす術もなく58得点を挙げられてしまったことを多くの人々が記憶していた。第一戦ではセルティックスのプレスディフェンスが威力を発揮し、98から83でセルティックスが勝利した。しかし、第2戦ではジャバーに第1戦の35得点に続いて36得点を許し、オーバータイムの末に96から105で敗北を喫する。コーエンスはフィールドゴール13本中3本しか決められず、また第4球終盤の勝ち越しを狙ったフックシュートをジャバーにブロックされるなど、最高峰のセンターの前に良いところがなかった。やはりセンター対決ではジャバーに分があるかに思われたが、しかし、第3戦では、コーエンスの逆襲が始まった。彼は、外角のシュートを中心に、バックスのゴールを襲い、ファウルトラブルのため32分しかプレーできなかったにも、かかわらず、30得点を挙げて、セルティックスを95から83の完勝に導いたのである。第4戦ではついにバックスのガード陣が、セルティックスのプレスディフェンスを突破し、89-97で敗れたセルティックスは再び勝敗を2勝2敗のタイに戻されたが、第5戦では、セルティックスの大黒柱、ジョン・ハブリチェックの活躍で96から77と、セルティックスが圧勝し、再びシリーズを3勝2敗とリードし、いよいよ優勝に王手をかけた。しかし、第6戦では、ダブルオーバータイムの末に101-102で敗北し、シリーズの行方は最終第7戦に委ねられた。チームはジャバーに対してはダブル、トリプルチームで対応することを決め、第6戦をフィールドゴール16本中5本しか決められず不甲斐ない内容に終わったコーエンスはオフェンスに集中した。コーエンスはこの大一番で28得点14、リバウンドと活躍。102から87で第7戦を勝利したセルティックスが5年ぶり12回目の優勝を決めた。王座に返り咲いたセルティックスはビル・ラッセル時代に続く第2期ボストン王朝の建国を目指し、1974から75シーズンもリーグ1位タイの60勝22敗の成績を記録。コーエンスは足の故障で15試合を欠場したものの、平均 20.4 得点 14.7 リバウンドを 4.6 アシストの成績を残し、初めてチームのリーディングスコアラーとなった。オール NBA セカンドチームに加え、オールディフェンシブセカンドチームにも初選出されている。しかしプレーオフでは、カンファレンス決勝において、やはり60勝を挙げたエルビン・ヘイズ、ウェス・アンセルド擁するワシントン・ブレッツの前に2勝4敗で、敗れ、ファイナル連覇はならなかった。1976年の優勝1975から76シーズンを前にフェニックス・サンズとトレードを交わし、控え選手だったポール・ウェストファルとドラフト指名権をサンズに送り、得点力を持ったガード、チャーリー・スコットを獲得したセルティックスは、5年連続カンファレンス1位となる54勝28敗の成績を記録。コーエンスは平均 19.0 得点 16.0 リバウンド 4.2 アシストの成績を残し、オール NBA セカンドチームとオールディフェンシブファーストチームに選ばれた。なお、このシーズンにセルティックスはコーエンス、ジョン・ハブリチェック、ポール・サイラスの3人をオールディフェンシブファーストチームに送り込んでいる。プレーオフでは、カンファレンス準決勝で、バッファローブレーブス、カンファレンス決勝で、クリーブランドキャバリアーズを破り、2年ぶりに、ファイナルに進出した。ファイナルで待っていたのは、シーズン前にトレードを行った、フェニックス・サンズだった。セルティックスの54勝に対し、サンズは42勝とその力の差は、歴然だったが、元セルティックスの控え選手だったウェストファルの活躍で、サンズが健闘を見せ、シリーズ最初の4試合を、おのおの2勝ずつ分け合った状況で、ボストンガーデンでの第5戦を迎えた。しばしばファイナル史上最高の試合と称される第5戦をトリプルオーバータイムの末に128から126で制したセルティックスは、続く第6戦も87から80で勝利し、シリーズ4勝目を奪取。セルティックスは13回目のコーエンスにとっては2回目の優勝を決めた。情熱の陰り1976年の優勝を頂点に、セルティックスは衰退期に入り、それと比例して、コーエンスのパフォーマンスも低下した。彼のプレーに最も影響を与えたのは優勝の後に行われた、ポール・サイラスのトレードだった。サイラスの親友だったコーエンスは、彼の放出にひどく落胆し、28歳と、選手としては一番脂が乗っている時期であるにも、かかわらず、試合への情熱を失ってしまったのである。1976から77シーズンは、平均 16.4 得点 13.9 リバウンドと、前年度を下回り、チームも44勝38敗と振るわず、プレーオフでは、ジュリアス・アービング擁するフィラデルフィア・セブンティシクサーズの前に敗れた。オフシーズンに8連覇時代からセルティックスを支え続けたハブリチェックが引退したことで、セルティックスの衰退は決定的となり、1977から78シーズンは32勝、1978から79シーズンは29勝と、勝ち星は低下の一途をたどり、プレーオフ出場も叶わなかった。コーエンスも1977から78、シーズンは平均 18.6 得点 14.0 リバウンドを記録したものの、1978から79シーズンは 16.6 得点 9.6 リバウンドと、ルーキーイヤー以来続けてきた平均ダブルダブルを初めて逃した。また、1978から79シーズン中には、トム・ヘインソーンの後任だったサッチ・サンダースが、開幕以後2勝12敗の責任を取って辞任したことで、コーエンスは選手権ヘッドコーチの重責を担わされた。コーエンスは過去にコーチ経験はなく、後に私には手に負えないものだったと語っている。新時代への橋渡しチームの低迷は、しかしドラフト上位指名権の獲得という形で報われた。そして1978年の NBA ドラフトにて6位。指名したラリー・バードが1979から80シーズンにいよいよ入団。また新ヘッドコーチにビル・フィッチが就任し、コーエンスはコーチという重責から解放された。ジョ・ホワイトやドン・ネルソンはすでにチームを去っており、セルティックスは大物新人ラリーバード、若手フォワードのセドリック・マックスウェル、コーエンスとは同期のガード、ネイト・アーチボルドと、セルティックスが2度優勝した1970年代中盤とは、その陣容は様変わりし、過去の優勝を知る者は一時セルティックスを離れていた、ドン・チェーニーと、そしてコーエンスの2名のみとなった。前年度29勝に沈んだセルティックスは、1979から80シーズンにリーグ史上屈指と言える劇的な復活劇を遂げ、61勝21敗を記録し、バードは期待通り新人王を受賞した。コーエンスは平均 14.2 得点 8.1 リバウンドと成績は過去最低を記録したものの、オールディフェンシブチームには4年ぶりにセカンドチームで選出された。ラリーバードの入団を機に、セルティックスは80年代の黄金期へと突入するが、新時代の到来を見届けたコーエンスは、1979から80シーズンを最後に現役引退を表明した。1970年の入団以来、ちょうど10シーズン目でのことだった。しかしその2年後、ミルウォーキーバックスでヘッドコーチをしていた元チームメイトのドン・ネルソンの依頼を受け、コーエンスはバックスのユニフォームを着て、NBA のコートに復帰。1982から83シーズンの40試合に出場し、平均 8.1 得点 6.9 リバウンドの成績を記録。51勝31敗を挙げたバックスは、プレーオフ初戦でコーエンスが10年所属したセルティックスと対戦。バックスはセルティックスを4戦全勝で破り、カンファレンス決勝まで進出した。コーエンスはこのシーズンを限りに、今度こそ、現役から引退した。2005年コーエンスは、時代を共有したジュリアス・アービングやウィルト、チェンバレン、ピート・マラビッチらほどの華やかはなかったが、その労働感や献身性、多彩性や、堅実さから、絶大な信頼と尊敬が寄せられた1970年代屈指のセンターである。身長206センチメートル、体重 105kg とその体格は、ボブレーニアやカリーム・アブジャバー、チェンバレンほどの圧倒的なものではないが、自らを労働者階級の代表者と称するように、コーエンスのみなぎる精力と情熱は、先の巨人たちに対抗するには十分な武器だった。コートの隅々を走り回り、ピックアンドロールをセットし、目がくらむようなパスを送り、フルコートプレスに参加し、一見ブロックできないショットにも飛びかかり、ルーズボールを追って客席にまで飛び込み、ティップショットをねじ込むために体を張る。そのあまりにも、精力的なプレーは、エキシビジョンゲームでありながら、ブロックショットでゴールの支柱に衝突し、足の骨を折ってしまったほどである。野蛮人かと思ったと語るのは親友であり、元チームメイトのポール・サイラスである。私は彼ほど多くの才能に恵まれながら、あそこまでアグレッシブになる人を見たことがない。情熱だけでなく技術も卓越しており、彼はセンターでありながら外角からのジャンプショットやバスケットへのドライブを得意としており、またパスさばきも非常に巧みであった。彼のオールラウンドな能力を示す証拠として、彼は一つのシーズンに得点、リバウンド、アシスト、ブロック、スティールの5つの主要カテゴリーにおいて、チームトップに立ったことがある史上6人しかいない選手の一人である。個人成績主な記録、受賞歴コーエンスのコーチキャリアは現役時代の1978から79シーズンにボストンセルティックスの要請を受けて選手権ヘッドコーチとしてチームを率いたことから始まった。翌シーズンにビル・フィッチが就任したことでコーエンスはコーチの任から解放されている。現役引退後の1984から85シーズン、独立リーグ CBA のステートボンバーディアーズにコーチとして参加し、1994年から2年間 NBA サンアントニオスパーズのアシスタントコーチをした。1996年にはシャーロット・ホーネッツのヘッドコーチに抜擢される。グレン・ライス、アンソニー・メイソンらを指揮し、就任1年目の1996から97シーズンからチームを過去最高勝率の54勝28敗の成績に導いた。翌シーズンも51勝31敗と勝率を維持したが、ライス、メイソンらが次々と離れた1998から99シーズンは開幕から大きく負け越したため、15試合目で解任された。2000から01シーズンからはゴールデンステートウォリアーズの指揮を取ったが、泥沼の低迷状態が続く、同チームに浮上の機会を与えることができないまま、2シーズン目の序盤で解任された。コーエンスの NBA におけるヘッドコーチの成績は、計3チーム、6シーズン、通算352試合で161勝191敗、勝率457で、プレーオフ出場回数は2回である。2005年から本場のシカゴスカイを率いた後、2006年から、NBA デトロイトピストンズのコーチ陣にアシスタントコーチとして入る。basketball-reference.com デイブ・カウンズ・スタティスティックスより引用。エイプリル6、2007ハット basketball-reference.com デイブ・カウンズコーチングレコードより引用。エイプリル6、2007。ありがとうございます。